また来ました、うん、はい、また来ていただきました。いやもう早くね、5万手超えてくんないと、ちょっと俺さらなるステージ、この台でできないじゃん。あ、この台でそうですね、ちょっと数字の方が、あれなんですけど。いやー、超えられなかったです、僕らの力では。僕らというか、まあ、数人でしたけれどもね。まあ、一応なんか今ねハイスコアね、あの僕のハイスコアちょっと伏せてるんですけれども、はいはい、まあ、先日なんかあのタイムラインで7万1000点ほど出た方がいらっしゃいまして、はい、僕も今日ですね、久しぶりにサミーの超ディスクアップのマイスロサイトを確認したら1位が7万1000という数字が出てました。そうそう、ね、だからまあ今の現状の僕のハイスコアを言っていいかなということで、はい、お今僕6万9200ぐらいですね、お最高で、うん、でまあそれでもね相当、まあでもあとはもうフラグーンとかもちょっとあるんですけど、フラグーンは一応前回この5万点を出す時はあの動画見ていただいた方とか生放送見ていただいた方は分かると思いますけれども、まあ手加減というかとりあえず5万点みたいな、うん、そうです、よりほどねちょっと出しながらなんで、はい、なのでその狙えとかが来たら外すっていう外すみたいなシーンが多々ありましたけれども、一応今回そのみそぎのお時間前回とは違ってはい、はい、そのさほど時間を気にされなくても大丈夫ですので、いやもうさっさと帰ってさっさと何を言ってんだよあもうギャラも安いギャラで変わらないのになんでそんな長い時間いさせようとするんだよじゃあ前回はね、3万点以上、4万点以上みたいな段階ごとの、はいはいはい、でまあ、見たいだろうからね、まあ、ちょっと喋りながら打つ、喋りながら打とうか、そうですね、うん、まあまあ、とりあえずはまずウォーミングアップだから、はい、まあ、とりあえず、まあ、喋りながらでもいいですよ、全然、まあ、コメントとか、とかやりながらでも、はい、そうですね、ちょっとだけアップしますね、はよはよ。あ、ありがとうございます。まあまあもうやってますよ。こんな感じでよろしいでしょうか、カメラの方は。あ、カメラの位置関係があるわけね。あ、はい、ちょっとあの、よりとかを調整します。あ、なるほどなるほど。どんな感じで寄ってるのかよく分かってないわけ。はいはい。こんな感じです。あ、なるほど。あ、見やすいね。はい、ならまあ、まあまあ、見やすいかな。はい、寄りすぎず、山本さんの手元の映りです。いや、もう速さなんだよ。まあ、速さも大事だけど、やっぱまあ、その最後まで目切らないで精度でね。はい。精度はやっぱまあ、ちゃんとしっかり保っていかないと。まあ、90% ぐらいだったらやっぱちょっと足りないからね。はいはいはい。まあどのぐらい使えるのかな、95ぐらいは95欲しいですね、いるかな、95% って言うともう2ミスぐらいですよね。あ、そうだね、感覚的にはそういう感じでいった方がいいかな、まあ、待って3ミスかなっていう感じの部分でやるのがいいかな、とりあえず今ウォーミングアップ的に、ウォーミングアップ的に4万点が出ましたけどぐらいの間のやつとかね。なるほど。うん。そうですね。お、あ、なんかいろいろ止まんなかった。しょうがない。ちょっとまあなんかちょっと焦ってるから。ハハ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 ハ8万点を超えるとハンターハンターが再開するって聞いてきました。あ、ほんとマジか、じゃあ無理だ
見たいけどな。あれもう一手いこうと思ったら無理だった。まあ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 、まあ、大体さっき、うん、まあ、もう一手いける予定だったからね。まあそんなぐらいだったね。これはね、何回かやるとすぐに、ね、あの5万点のが楽にいく。これなんかもう、あの準備体操みたいなもんだもん。言ってることがちょっと、これを何回かやると5万点いくよ。で、5万点のものをやったら今度6万いくから。できる人は。めちゃくちゃちょうどいい。
この前ぐらいです、ね、51,720 が前回のスコアで、超すごいなこれ、まあこのくらいはすぐでいいと。ちょっとだけやりますか。もうちょっと、そろそろ終わりの時が近づいてきた感はありますよ。まあちょっとね、皆さんに盛り上がってもらえる。成功の音がこの子ずつなんで、おやと思ってたんで、あぶね。センちゃんの汁が見えないでした。あ、なるほど。まあ、他の図柄が見えればね、なんとなく前後の関係性で、まあ、そういうぐらいできるとか。板を知ってたらと思うと話が変わります。なんかやらかしたな。つるっていっちゃう。前回も話したかもしれないですけど、超ディスクの板押しの成功判定が、まあ、正確に、発表されてると思うんですけど、うん、それってなんかその意識したり、いや、ちょっと早めに押すしか意識してないんですけど、はいはいはい、うん、あ、なんかね、結局はちょっと早めに押さないと、そうですね、このあ、これでも5番超えちゃった。まびたは失敗扱いになるっていう。あ、そうそうそう、まびたになっちゃうから、うん、まあ、ちょっと早めに、まあでもこれくらいでは、その次のね、ステップアップの5万ロードの感じだから、もうそれが僕からするともう今のその辺が限界ですけど、多分。いや、あとはまあ例えばレベル3で左がこの同じバーだったらバーばっかり出るとか、そうですね、そういうのもあるからね、はい、青だったら青ばっかり出るとかだったら、まあ、左は絶対ね一周で打てるから、早くなるとは思うけどね。あ、揃えてあげたら最初から1000円出されたと。あ、ビッグのご褒美ですね。俺前昔リプレ外してくださいって言って、失敗して1000円3杯に入れてあげたりごめん、俺が悪かった50枚保証ですね。保証。ジャイアントパルさん。ジャイパルってビタで必ず食べるんですよ。なんかあったよね。なんか超ビタみたいなのとかあった。なんかあったよね。ジャイパルってあれアシスト、いや3連ロービタみたいなのがあったの。そうですか。うん、そんなのがあって、それ。あ、やべ、ちょっと今全然そんな感じじゃなかったのに、しゃべりたくないやつ。出ました。最後ミスってみたいな。54,800。え、今あ、でも、まあ、50ビタやってるんだこれ。そう、うん、最後これちゃんとしとけばよかったね、うん、ちゃんとしたら57,000とか56,000か。すいません、全然そんな雰囲気で見てなかったんですけど、出ました。